それにまたがっている男に比べればちっぽけなものだ。男の背丈は普通の2倍、横幅は5倍はある。許しがたいほど大きすぎて、それになんて荒々しい。ぼうぼうとした黒い髪とひげが長くもじゃもじゃと絡まり、ほとんど顔中を覆っている。手はゴミバケツの蓋ほど大きく、革ブーツを履いた足は赤ん坊イルカぐらいある。筋肉隆々の巨大な腕に何か毛布にくるまったものを抱えていた。ハグリッドや。ダンブルドアはほっとしたような声で呼びかけた。やっと来たね。一体どこからオートバイを手に入れたね。借りたんでさ、ダンブルドア先生様。大男はそーっと注意深くバイクから降りた。ブラック家の息子のシリウスに借りたんでさ、先生。この子を連れてきました。問題はなかったろうね。はい、先生。家はあらかた壊されちまってたですが、マウルたちが群れ寄ってくる前に無事に連れ出しました。ブリストルの上空を飛んどった時にこの子は眠っちまいました。ダンブルドアとマクゴナガル先生は毛布の包みの中を覗き込んだ。かすかに男の赤ん坊が見えた。ぐっすり眠っている。漆黒のふさふさした前髪、そして額には不思議な形の傷が見えた。稲妻のような形だ。この傷が、あのマクゴナガル先生がささやいた。そうじゃ、一生残るじゃろう。ダンブルドア、何とかしてやれないんですか。たとえできたとしても、わしは何もせんよ。傷は結構役に立つもんじゃ。わしにも一つ左膝の上にあるがね、完全なロンドンの地下鉄地図になっておる。さてと、ハグリッドや、その子をこっちへ。早く済ませた方がよかろう。ダンブルドアはハリーを腕に抱き、ダーズリー家の方に行こうとした。あの先生、お別れのキスをさせてもらえねえでしょうか。ハグリッドが頼んだ。大きな毛むくしゃらの顔をハリーに近づけ、ハグリッドはチクチク痛そうなキスをした。そして突然、傷ついた犬のような声でワンオンと泣き出した。しー、マグルたちが目を覚ましてしまいますよ。マグゴナガル先生が注意した。すまねえ。しゃくり上げながら、ハグリッドは大きな水玉模様のハンカチを取り出し、その中に顔を薄めた。とっても我慢できねえ。リリーとジェームスは死んじまうし、かわいそうなちっちゃなハリーをマグルたちと暮らさなきゃなんね。そうよ、本当に悲しいことよ。でもハグリッド、自分を抑えなさい。さもないとみんなに見つかってしまいますよ。マクゴナガル先生は小声でそう言いながら、ハグリッドの腕を優しくポンポンと叩いた。ダンブルドアは庭の低い生垣をまたいで玄関へと歩いていった。そっとハリーを戸口に置くと、マントから手紙を取り出し、ハリーをくるんだ毛布に挟み込み、二人のところに戻ってきた。三人は丸々一分間そこに佇んで、小さな毛布の筒を見つめていた。ハグリッドは肩を震わせ、マクゴナガル先生は目をしばたかせ、ダンブルドアの目からはいつものキラキラした輝きが消えていた。さてと、ダンブルドアがやっと口を開いた。これで済んだ。もうここにいる必要はない。帰ってお祝いに参加しようかの。へい。
ットの口はくぐも、声はくぐもっている。バイクは片付けておきました。マクゴナガル先生、ダンブルドア先生様、おやすみなせい。ハグリッドは流れ落ちる涙を上着の袖で拭い、オートバイにさっとまたがり、エンジンをかけた。バイクはうなりを上げて空に舞い上がり、夜の闇へと消えていった。後ほどお会いしましょうぞ、マクゴナガル先生。ダンブルドアはマクゴナガル先生の方に向かってうなずいた。マクゴナガル先生は答えの代わりに鼻をかんだ。ダンブルドアはくるりと背を向け、通りの向こうに向かって歩き出した。曲がり角で立ち止まり、また銀の火消しライターを取り出し、一回だけカチッと言わせた。12個の街灯が一斉に灯り、プリベット通りは急にオレンジ色に照らし出された。虎猫が道の向こう側の角をしなやかに曲がっていくのが見えた。そして4番地の戸口のところには毛布の包みだけがポツンと見えた。幸運を祈るよ、ハリー。ダンブルドアはそうつぶやくと、靴のかかとでくるくるっと回転し、ヒュッというマントの音とともに消えた。小綺麗に刈り込まれたブリベット通りの生垣を静かな風が波立たせた。墨を流したような夜空の下で、通りはどこまでも静かで整然としていた。まか不思議な出来事がここで起きるとは誰も思ってもみなかったことだろう。赤ん坊は眠ったまま毛布の中で寝返りを打った。片方の小さな手が脇に置かれた手紙を握った。自分が特別だなんて知らずに、有名だなんて知らずに、ハリーポッターは眠り続けている。数時間もすればダーズリー夫人が戸を開け、ミルクの空き瓶を外に出そうとした途端、悲鳴を上げるだろう。その声でハリーは目が覚めるだろう。それから数週間はいとこのダドリーに小づかれ、つねられることになるだろうに。そんなことを何も知らずに赤ん坊は眠り続けている。ハリーには分かるはずもないが、こうして眠っているこの瞬間に、国中の人があちこちでごっそりと集まり、杯をあげ、ひそひそ声でこう言っているのだ。生き残った